実はあのちょっと松岡君のアフレコの最中の様子とかを知りたくて、いろんな人に内緒で実はあのねアンケートをちょっと、はい、もらってまいりましたんで、はい、あすみません怖いんですけど。そうなんですよ、こちらにねちょっとご意見いただいてますんで、ちょっと紹介していきましょうか。はい、はいはい、まず松岡さんと仕事をしたスタッフさんよりのタレコミでございます。松岡さんはとにかくテスト段階から 120% の演技で、また突然鼻血を出したり感極まってさまざまな液体を飛び散らしながら演じています。どんな汁を何汁を通してるの？あのですね、テストで 120% 出すっていうのをずっとやってるんですけど、みんなスタッフさんも仲間じゃないですか、うん、なのでテストは僕プレゼンだと思ってるんですね、うん、そういうのをバーンって言ってバーって出した時に叫びすぎて鼻血がプーって出るっていうやりすぎかもよ。そうよ、それどうなんだその時は。取った垂れながらトイレ行くっていう自分の健康も考えてね。そうよ、はい、その他ね、またいただいております。戸松遥香さんよりタレコミです。はい。つぐつぐはリテイク中にテンパったりすると自分で自分にビンタをしながら落ち着け落ち着け落ち着けとずっとつぶやいています。これはそういう感じなんですか？あの本当に口が回らなくなった時、うん、ハマった時に一回リセットさせようって思って、うん、打撃に入るんですね顔をね、バチーン、うん、俺の筋肉目覚めろと、お前はできる落ち着けっていうのをバチーンってやるんですけど、うん、とある音響監督の方に、うん、お前もうあれやめろって言われたんですね、うんうん、新人とかさ入ってきた時にめちゃくちゃ不安になるだろなるね、確かに。なんなのこの現場みたいな感じになっちゃうだろうね、うんうん、確かにそれはなるね